30日土曜の日本時間深夜に行われるドバイワールドカップで、ドバイターフに出走するドーデュースの馬体がすごすぎると話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。ドーデュース馬体マッチョわらわら。去年のドバイでのドーデュースの馬体、今年のドバイでのドーデュースの馬体。いつものだろ、なんかコロコロしてるな。バンエーデビューするつもりか。守護馬になりたがってる。馬がマイラーになりたがってる。これもうスプリンターだろ。急務員と調教師でネズミ引き運動するしかないわら。ワイが現役最強やでドーンって感じだな。肩の筋肉がすごいな。プールはあるんか。ドバイにプールなんてないだろ。砂漠だし、また輸送便の中でひたすら食ってたんだろ。雨馬みてえだなと思ったけど、厩舎内の方は肌感良いじゃん。形がサラブレッドじゃないよね。なんか近世以前の軍馬とかこういう体型だと思う。国王にしか見えん。ドードリュースってこんな短足師だったっけ。デブすぎはロタ。叩かないとダメなんだなこの馬。切らせてもらうわ。思ってたよりもマッチョだったわら。ドーデュースはこういう馬体やで。しかもピッチ走法で2400も難なくこなすとかマジで謎な馬。いよいよ来週か。今年はスタートさせてもらえるんかな。ドバイターフでよかったわ。シーマクラシック走る馬の馬体じゃない。すごいな、ムッキムキ短距離馬みたいだ。これでなんで距離こなせんだろう。ハーツ3区のボバワタルみたいな馬体ばっかだよな。ジェスタウェイはかっこよかったが。すごいスマートな馬体だった。イクイノックスとは対照的だな。イクイノックスとは本当に対照的だな。でもまあ確かに馬体だけ見ればイクイノックスに迫れるかもとは思える。ムキムキで足が短いよね。かなり特殊な馬体。同じハーツ3区のダノンベルーガはスラッとしてるが、いつもパワフルで元気やな。この体型で凱旋門絶対無理じゃんわら。ターフならいいんじゃねえの。マイル式によってんならなおのこと。やっぱり海外行ったらデブルじゃんわら。もう海外は諦めろ。かなり究極に仕上げてきたくせえな。ダービー、有馬も取って、あとはドバイと凱旋門しか取るもんねえしな。国内にライバルがおらんのは寂しいわな。世界へ羽ばたけドーデュース。まあターフ距離短いしこの体型でもいけるやろ。よくこれで中山2500走れたな。だから竹も言ってたが、あとちょっと距離長かったらヤバかったろうね。安田記念馬って感じ。ドーデュースはピッチ走法って言われてるけど、この馬体ならピッチ走法にならざるを得ないのでは。今からでもワールドカップの方にしたら、土ダートめっちゃ合うと思うんだが来年挑戦戦かな。そういや友道がいつもダート使っても強いと言ってたもんな。いずれはダートも走らせるだろう。馬主も何も言わないだろうし、調教師としては楽しいよな。好きに使えるから。ドーデュースは管理する友道ですら、去年のドバイ前に体型でマイラー認定するような馬だからな。ドーデュースは歩き出すと別馬。すげえ柔らかい。つなぎがぐにゃぐにゃだからな。3区に移転したらかなりの武器になる。アスリートって表現が合うぐらいに素晴らしい筋肉してる。結構絞れてるな。去年はムッキムキだったけど今年の方がスラッとしてる。この体型で有馬記念勝ってんだからすげえな。オグリキャップみたいだ。欧州遠征はシーデムにも太いと言われていたがドバイだと大丈夫なんだな。まあ、欧州は絆も放牧と勘違いして緩んだらしいが。馬も人間もマッチョは正義。ドーデュースの気持ちがわかるのは同じマッチョだけだ。来年はシーマ狙うんだろうな。なんとなくそんな気がする。使うごとに良くなるんじゃなくて、使わないと体が絞っていかないだけなんじゃ。ムチムチやんけ。また機内食がうますぎたのかよ。1800だと距離不足で4着かもよ。それはマジであると思う。2000メートルであの追走力だったからな。いくら天乗りと先だったとしてもだ。ワンターン1800とか考えうる一番走る条件やろ。休み明けでも確証クラス。ピッチ走法の馬は普通はマイルくらいがベストなんだが、サリオスといいハーツ3区ってほんと不細工な馬体してるよな。今でもサリオスをドバイターフに送らなかった堀は無能だと思ってる。サリオスとドーデュースはムキムキとムチムチを行き来してるイメージ。完全にスプリンターだな。マットクールが18キロ増で構想したようにスプリンターは馬体増えた方がいいのかも。仕上がってきたな。割といつもこんな感じだろ。でもこれは520キロくらいありそうだな。お前らの言うこの馬体ならマイラーとかいう判定は合ってんの。福永先生がずっとこの馬は短距離だって言い続けてるからな。有馬勝てたのも陣営と騎手のおかげで、やっぱり短距離馬なのは確かだって話してた。友道はダート連呼してるし、ここだけじゃなくて馬を見るプロもそう評価してる。調教師ならすぐわかるんだよ。こういう硬い筋肉体系のゴムマリテノは短距離やダートテノがセオリーだから、馬体重だけは心配なんだよな。520超えるような馬体重は避けた方がいい。
膝が腫れるからな。あれは水を抜く手術しても再発しやすいから。足の負担考えたら早くダート路線行った方がいいけどな。今回は一気の距離短縮だから怖いわ。でも友道ってダート馬実績6にないだろ。純ライトボルト1頭いるだけマシではあるが、あれだけ重賞勝っててもほぼほぼ芝なんだよな友道。まあ他の上位調教師も似たようなもんではあるか。またダービーの頃みたいな馬体見せてほしいわ。あの頃が本当にかっこよかった。中内田や安田厩舎なら普通にマイルで使ってて、有馬なんて走らせなかっただろうな。イクイノックスと比較するとマジで重戦車って感じなのに、有馬記念勝つのは本当に謎。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。